申します。今日は皆さんに韓国の民族の打楽器チャンゴを紹介しようと思います。で、韓国ではここらチャンゴをチェと言います。チェバッチがチェと言いますね。右のチェ左のチェが違います。こんな魅力は見たことありますか？皆さんないでしょ。握り方も違う。右は普通の握り方、左は指の手の中に入れます。じゃん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 。それで遊びの気持ちで、皆さん遊びの気持ちで、遊びのために作品が作られたんです。右はダダの用語ですね。ダダダダ、クン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 。両다락のはドン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 。각본に書いてありますけど、丸い黒いがダ、白い丸いがクン。両書いてあるのはドンです。ですから、ダダダダ、クン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 。ドン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 。ですから、自分の足の腿の上にやってみてください。タタタタ、クン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 、ドン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 。자、一緒にやってみましょう。자、시작。すごく楽しいですよ、皆さん。タタタタ、クン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 、ドン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 。歌が上手な人は演奏も上手です。必ず、コーンと一緒に。タタタタ、クン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 、ドン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 。そしたら、これも運動になります。口も運動になります。頭も運動になります。ね。全身全部が運動になりますから、健康には最高にいいです。ウドサルチャンゴの中でヒモリと言います。日本でも、時期によって演奏が違いますね。韓国でも違います。その中で、ウドサルチャンゴのリズム、ウドサルチャンゴのタイム、その中でリズムがいろんなリズムがありますね。それ장단と言います。それが、ひもり장단。자、각구후가많이出ますので、それを皆さん、歌いましょう。皆さんは、一緒に、手で、やってください。자、せーの。ですから皆さん、どんどん線の上に白い丸があれば右です。それだけですね。ですから、どんどんクンタクンクンタクン。本当にこれは韓国では何十年前からもう大人気なんです。ですから皆さんも家でどんどんクンタクン。ありますけど、기억があれば全部できます。ダクンドン、ダクンドン、これがあればできますので、皆さん
してください。じゃあ、では